ろんなビデオを見ることによって、ビデオ、ちょっと待って、ビデオ、え、 AV 情報、 AV も見たし、が優しさだと思っているうちは外国人っていう説も俺の中ではあるわけよ。結局はでかいだけではダメなの。フェラーリとかポルシェを持っているのにもかかわらず、名言緊急事態宣言マジウザ、いや緊急事態やけども、だからコロナマジウザ、もう退屈。こっちはさ、もうさ今年に入って運気がいいわけ、ちょっとだけ。なんかまあ引っ越しもしたし、1、2月になってから動画もちょっと伸び始めたし、なんならいろんな男と関わりがあるわけよ最近。あら、そうなの。もういつセックスが起きてもおかしくない状況なのに、そうなのにもかかわらず、なんかそのセックスに至らなくて、この緊急事態宣言によってね、なんでもいいから私のセックスをコロナは邪魔するなと、それだけ。それはちげえよ。いや本当、それを出すんじゃねえ。いつセックスするの。まだ今年に入ってもう今12日よ。とりあえずブラちゃん、溜め込んだ方がセックスはいいから、絶対。でももうために溜まって、もうどたまりよ、もう停する。あともうちょっと。まだ我慢するの。もうちょっと我慢し。ああ、もう。ズンズンズン。ズンズンズンじゃねえよ。やめろ。ズンズンズン。ブラちゃんって今までなんだ、そのセックスっていうのはその日本の方やったの？もう日本、まあ外国の方もいた。あ、外国の方いたんや。いろんな国の方がいたけど、今は日本に収まってます。なるほど。やっぱ日本が一番いい。じゃあそれ全員はするの？する。どういうことしたりするの？え、なんかチクッめたりするお前が聞いただろ。いやお前が聞いたから笑ってんだ。耳舐めたり舐めたりするよそれ。え、違う、なんかね、全然気づかんかったんやけど、うん、なんかいろんなビデオ見ることによって、ビデオ、ちょっと待って、ビデオ、え、 AV 情報、 AV も見たし、で、あの YouTube のチャンネルもいろいろ見てきて、うん、そのなんか付き合ってる感じの関係について、うんうんうん、聞いたりとかして、で友達にも連絡してちょっと聞いてみたの、うん、そしたらね、こう一致することがあって、これはちょっと面白いのかもしれないと思って、今日ちょっと話しようかなと思ったの。何？これね、外国人と日本人のセックスの違いについて、うん、ちょっとした調査を行った結果、うん、なんか外国の人ってセックスあんまりしないんだって。あ、そうなん。そう、なんかよくさ映画とか見てたりするやんか、映画の中でなんかキスした後に、でなんか知らんけどテーブルファーってやって、うん、わーってやってるイメージもうやってるみたいな感じやんか、うん、で日本の人って結構前戯をなんか大切にしている方の方が多いみたいなイメージなんだよね、うん、でそれ聞いたら、やっぱり海外ってあんまり下のところを触ってもらえるとか、おっぱいを舐めてもらえるとないの。ちょっと日本の人のどうって聞いた時に、ちなめすぎって言ってたわ。そう、よく言われるやん、ちなめすぎ、なんか触りすぎ、なんでそんなになんか、うん、なんか執着してここの部分だけをなんかなめ回したり許すの、ね、大事やのにめっちゃ。そう、それをなんか慣れてない外国人からすると、こんなんされたことないのになんでこんな触られるんだろうっていうことを、え、すごい、ちってこんなにいいのってなる子がいるのよ。触られて、こう舌も触られてとか、うん、やっぱ舌を触る外国人、なんか嫌な外国人もいるわけよ。あとさ、俺日本の人で気づいたのは、うん、なんかってすごい匂いを嗅いでくる。それ特殊じゃないの？え、違うんだ。え、ご特殊？それ特殊じゃん。あ、ごめんなさい、特殊やわ。めっちゃなんかいろんなところを嗅いでくるって。それ匂いヘチだろ。え、そうなんかな。なんか実はその他の子の動画とかも見て、その他の外国の子に聞いても、初めてのセックスの時になんか全員してもらえなくて痛い思いをしたっていう子が多いんだって、うん、え、なんかほぐさへんの？なんかほぐさない人がいるんだって。外国では。そうで、日本の人はなんか、まあ、自分も一番初めてなんか付き合ったの人日本人やったんだけど、その人が私よりも知ってたの、女性の体を。びっくりしちゃったの。何なんだろう。だからなんかよくその日本の人と付き合った外国人って日本に依存する子が多いんだって、うん、その実は初めてセックスがこんなにいいものなんだっていう新発見に至る子が多いんだって。でもこの動画見てる男はな、多分それ見て、あ、俺ってセックスうまいんだって思って、すごい堂々とされては困る。
え、わかる？なんか、え、違う。それはあくまでも経験の多い日本人であって、なんかいろんな風俗に通いまくってる日本の方であって、やっぱりこうやって YouTube を見てしてるような男じゃダメよ。で、俺気づいたことがある。何？この動画絶対広告つかない。なんで？絶対つかないわこれ。そんなことやらないよ。この動画一切広告もつかないし金にならない気がしてる。ピーだけでいけるから。ピーだけでやったらこれ全部でいけるんじゃない？もうセックスって言ってる時点でピーやもん。だって今ピーピーやで。ダメなの？ピーよもう。え、本当に？ダメよ。ダメなの？ダメ。セックスダメ。マッコもダメだし、セックスも。ちょっと待って。おせっせ、おせっせ。え、じゃあ前日をよくして乳首をペロペロ舐めてくれる日本人なんだけどものちっちゃい男と、もうクソでかいドマッチョワイルドふわふわな前日をしてくれない外国の人やったらどっちがいいわけよ。あのね、これっていろんな女の子から聞いたんだけど、いろんな友達から聞いたけど、結局はでかいだけではダメなの。フェラーリとかポルシェを持っているのにもかかわらず運転免許を持ってませんっていうような状態なわけよ。あ、名言わからんけど持ってるけど運転ができないみたいな、わかる、うんうんうん、そう、使い方がわかんない人って多分もう意味ないんだよね。運転の上手い男っていいよね。いい、なんかほんと、ま、ガチでこれそれがどんな車であっても、おせっせ抜いても、うん、運転ってか運転する男がいいわ。そうよ、運転をして優しく守ってくれて気遣いをしてくれるような、それがどんな車であろうがそういうことをできる男ってすごい紳士だと思うよ。俺最近さ、クレヨンしんちゃんで涙を流したわけ。どこ？もう年取ったのか知らんけど、クレヨンしんちゃんとかで泣けるようになってきた。年取ったのよ。なんかその回はね、ミサイが必死になんかこう編み物をしてるわけ、うん、こう編んでんの。でヒロシが、お前どうしたんだって言ったら、いや今度あのしんちゃんのなんか幼稚園でバザー、それをやるから、うん、そこで売るためのなんかものを作る練習をしてるの。だから今日は晩ご飯ないからもうカップラーメン食べてみたいな。それが何日も続くっていう感じで、でヒロシはちょっと呆れながらも、まあ、ミサイがそうやって頑張って作ってる映像を見、あの状況を見るんだけども、まあ下手くそなのミサイは。で、まあ、バザーの当日になりました。あ、初なんだ。じゃあそう、初めからミサイはマフラーを持ってきましたと。くっそダサい、うまくできてないマフラーを。それで、まあ、他のママさんはみんななんか手袋とかいろいろ持ってきて自分で編んだものね。でなんか可愛くできてるわけよ。でそれを見てなんかミサイは私下手だなって思いながらも、まあなんかそんなに、まあとはいえこんな、まあちっちゃいイベントだし大丈夫だろうって思いながらも、まあみんなのものは売れるんだけどミサイのマフラーは一切売れないのね。なんかふとミサイが、あ寒いみたいな、ちょっと飲み物買ってくるわって飲み物を買いに行った時に、戻ってきた時に、あ、ね、売れましたみたいな、周りの人が売れましたよって、誰が買ったんだろう、でもなんか何でも売れるのねぐらいの感じでミサイは家に帰って、まあ、翌日を迎えるんだけども、翌日しんちゃんが、まあ、お父さんがひろしがね、なんか家を出るっていう時になんかふと目にするのが、そのひろしのカバンの中にその小さなちょっとだけの隙間からそのマフラーのなんか紐が出てきてるのをちょっと見ちゃうわけ。ひろしは何も言わずにそのまま家を出て、でなんかその家を出た後でそのマフラーを毎日巻いて、ひろしが買いに、ヒロシが買ってたんだよ。優しい、ヒロシ結婚してと思ったね。優しいね。そういうものをよね、なんか日本の愛って。できる男は、うん、そうね。俺分からん。果たしてこの映像を外国の人が見た時に同じ感動を覚えるのか何なのかっていうのがちょっとなんかね分かんなかったから、これがね日本の男のいいとこなんだ。だから多分分かりやすく言うと、外国の人は最初は紳士でとてもプレゼントしてくれてレディーファーストしてくれるけど、釣った魚には餌をやらないような状態になってしまうと、うん、日本の人は最初からそんなになんかレディーファーストしなかったとしても、手に入れた後でもそういう風に何も言わずにバレなくてもいいっていう裏のところで彼女のためになんか尽くしたりするようなところ、ところなんかその見えないところでやってあげる愛情みたいなものがふと垣間見えた時にすごいカーってなるっていうのが私たちの感覚なんだよね。まあ、ただ人によります。
人に。マジでこれなんか日本人と外国人で分けて言ってるけども、外国人にもそういう人はいるし、日本人にもそうではないタイプの日本の方もいっぱいいるしっていうので、けどこれはいつも思うけど、こういう動画を撮ると日本人外国人で分けちゃうけども、そういう時に主語がでかいとかってコメントくる、それはそうだよ、今そういうあんたたちが気持ちのいいこと言ってんだから、そういうこと言っとってんの当たり前だろって思って住人といろなんて毎日言うわけないやん、こっちも。そんなんそれ当たり前提よ。ただその日本的にはその傾向的に多いっていうことなんやろな。もうだから自分はちょっとそこに気づいたんだよね。日本のそういうところ、尽くすところがあるんだよね、ベッドの中でも。もう一つだけ付け加えるなら、うん、まあ全員が優しさだと思ってるうちは外国人っていう説も俺の中ではあるわけよ。そんなことないよ。だってなぜかというと、日本の男は限りなく全員を楽しんでる。やはりパンツを脱がせたりするのが好き。なんかもういきなり全裸で現れてるよりも、ちょっとずつこうやったりっていうのも好きやねん、そういうの。そりゃそうよ、だって自分でやる方がいいわけでしょ。だからそれをね、私たちは優しさだと解釈して、なんかおじさんとこれを見てる視聴者の方の中にはやはり私たちは優しいと思ってるかもしれないけど、本当は変態なんでしょう。本当はそれで喜んでるんだから、それ優しさじゃなくて単純にお互いのなんか喜びが合致してるだけなんじゃないの。これやっぱ日本のなんかちょっと好感度を上げようとしてる今。違う、俺普通に肌質だったりとか毛とか。肌質いいよねなんかそういうのが好きなだけなの。なんで日本の人ってそんなに肌めっちゃ綺麗なの。わかんない、なんかそれがすごい好きっていうだけの。ツルピカじゃない。いや俺ツルピカじゃないね、日本の。違うね、その肌がなんて言ったらいいの、ツルピカっていうよりかもなんて言ったらいいんだろう、毛はめっちゃ生やってんねん。生まれたてのなんか赤ちゃんみたいな、なんかきめ細かいっていうか。もうやめない、そっちの方が観光。アレクサ、エアコン消して暑くなってきたはい、スーツリーマンがいい。何それ。スーツを着たリーマンが、サラリーマンサラリーマンじゃねえかよがいい。ちゃんと言えや。スーツリーマン希望以上、現場から送りいたしましたまあこういう事情があるんですよ、やっぱり夜の営みも、結構ひどい動画を撮ったもんだ。そんなことないよ。でも最後追いたしみたいな感じで言ってるから大丈夫やろ。追いたし、あのなんていうの、ちょめ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 何言ったっけ。何自分で言ってってるさっきなんて言ったっけ。ちょめちょめおせっせって言ってたくせに、なんでそんなもん。おせっせやで、ほんまに。じゃあ以上です、ありがとうございます。パッ